いやー、参ったね、これはね、本当にね。本当に終わった。あ、ニコさん、風船、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、本当に終わった。はい、この、こいつ、広沢アリスってやつ、これブロックな。はい、ブロックしました。はい、お疲れ。まあ、俺ね、ちょっとね、まあ、基本的に僕 NG とか入れないんですけど、あんまりこう、他配信者のウラルとか、こう、貼る人とかはブロックしてきますんで。まあ別に僕の悪口とかだったら知りませんけど、あんまり誘導行為とかっていうのは、ブロックしてきますね、これからは。いやー、ほんと参ったな。ブロックするの珍しい。いや、ほんとね、別に悪口とかね、別に、僕の放送を荒らす分には全然いいんですけど、ただ、まあ、言ってしまえば誘導も荒らしなんかもしれないけど、あんまり他配信者にこう、人が流れるっていうのだけは、そこだけは、ちょっとね、これからブロックしていこうと思います。まあ、ニコニコチャンネル、ニコニコのね、企業チャンネルでもやったんですけど、なんか、チャンネルでやってんのに、まあ、別に本当もう全然やってないですけど、でも今一種の商売じゃないですか。それでなんか他のとここうね、こう誘導されるのはちょっと、まあ言ってしまえば不利益につながるので。まあそういうのだけは、だからチャンネルとかでバンしようかな。バンっていうかブロックしようかなと思って、コメバンっていうんですかね。で、それでこの前それやってたんで、やってたっていうかこの前一回しかやってないけど、まあ別にふわっちでも同じ感じでいこうかなと思って。あんまりにもしつこいからさ。あんまりにもしつこくこう、誘導の裏で貼るやつは、さっき、あれじゃないですか。なんか、もうさっきからずっと同じ裏でバーって何回もやってたから。あ、熊田さんだ、本当に曇ってるな。いや、本当そうですよ。本当そうです。あ、ライムさんフォローありがとうございます。いやー、もう本当にね、終わったわ、本当に。パチやめないの。いや、パチはね、本当に、なんかこう、本当に引きが悪いっす。今日は正直適当に打った部分がでかかったけど、いつもはでもそんなに適当には打ってないですけどね、言うほどね。あ、ミスターついげんさん、ありがとうございます。県から、あ、どうもどうも。ハートありがとうございます。フォローしときます。ありがとうございます。いやー、もう、本当はたまじで。今打てる機種ありますか？いや、今もうきついよね。今。あ、こんばんは、こんばんは。なんかね、なんか、なんだっけ、あれ、サザンアイズっていう機種があって、それの設定シートが丸わかりなんですけど、それをこう、入れてる店とかもあるんですけど、なんか、そういう店ってなんかこう、競争率がそれなりに増えてきたっていうか、あと、なんかね、それに、まあ、なんて言うんだろう、まあ、ここでそんなこと言ってもわかる人そんなにないかもしれないんでやめとこうか。でも、とりあえずはもう打てる台とかほんと少なくなってきましたよね。いや、まだ一応10日です。また細かいこと言うと長くなるしな、スロットの話。あ、仕事サボるさん、風さんありがとうございます。あ、フォローしておきます。いやー、DL リンクスにすればお金かかんない。あ、俺、本当に無課金ですよ、今、DL リンクスは。設定シーありますよ。なんか、置いてるとこは、置いてるとこってか、入れてるとこは入れてる。寒い。寒いな。ああ、寒い。今日凱旋1200の台、ババアがやめてた。マジかよ。ほんと、ババアって言い方悪いけど。1200の凱旋はさすがに美味しいな。負けてもそんな負けないもんね。
だって、まあ、1500ぐらいじゃないですか、金の天井。負けても1万ちょいとかでしょ。うん。最後、こうね、ゴッドゲーム終わった後に、レア役引きまくって、ゴッドゲーム来なくて、ちょっと打たないとみたいな、ってなったら、さらにそれ追加で負けるけど、あ、ミーターさんハートありがとうございます。うん。あ、連続ありがとうございます。1200はそれなりに美味しいですね。今だって、ね、安定はそんなしないけど、言ったって今そんな期待値ある台とか拾えないよね。あ、ミータンさん、ハートありがとうございます。1200くらいだったら結構期待値あるんじゃない？ 7000 とか8000とかあるんじゃないのかな。うん、多分。どんくらいだろう。いやー、ほんとな。ほんとねですよ。うん。いやー、参ったな、マジで。ちょっと参っちゃったな、マジで。どうすっか。俺の人生、マジでどうするか。いつも YouTube で見てます。体に無理せず頑張ってくださいね。あ、ありがとうございます。でも YouTube でいつも見てるって言われると、すげえなんかちょっと心苦しくなるわ。本当ね、YouTuber ですかとか言われるんですよ、たまに。たまに、あ、YouTuber の方ですよねとか、YouTube でよく見てますって言われるんだけど、あれ、俺の動画を、俺のニコ生とかの生放送を使って、赤の他人が勝手に俺の動画で儲けてるんですよ。俺に1円たりとも来ないんですよ、ああいうのって。で、しかも、自分でオリジナル動画上げたら、アドセンス狩りっていうものを、まあ、ちょっと説明すると長くなるんですけど、アドセンス狩りって言って、まあ、簡単に説明すると、簡潔に言うと、まあ、嫌がらせで、その広告収入をゼロにされたんです。もう広告を貼れなくて、で俺が動画上げても1円の収入もならないんですよ。どんだけ再生あっても。そう。自分で自分の動画上げてもお金にならないのに、他人が勝手に動画上げて他のやつに稼がれてるって状況なんで。だからね、YouTuber って基本的に YouTube の広告収入だけでお金を、ね、稼いで生活してる人のことを基本的に YouTuber って言うんで。だね、YouTuber ですかとかって言われるとね、俺すげえなんか、ちょっとね、心苦しいすごく。うん。なんかまあそういうのを理解してない人たちが、YouTube で少しなりとも俺が稼いでるんだろうなとか思ってる人も多分いると思うんですよ。YouTube に俺の顔とか俺の配信が上がってるからさ。あ、ふみたろうさん、バーグありがとうございます。そうなんだよな。はあ。振り込んでもらったお金、使ったふりして1年間貯めてみれば多分鬼のようにたまる。いや、そうやってるやつもいると思う。俺はでもそんなしないですから。うん。そういうふうに。やってるやつもいると思うけど、配信者の中では。俺はもう本当、嘘は言わないですから、基本的に。そう、アドセンスはね、グーグー適当なんで、多分、ほんと何回も言ってるんですけど、動画とか上げ続けて、チャンネル会員とかも増えたりとかして、それなりにこう、クリエイターとして認められれば復活させてもらえたりもすると思うんですけど、基本的にはそれなりに、こう、人は、なんかね、チャンネルとか増やしたりとかしないと対応はしてくんないと思う。あ、ジュジュさんどうもハートありがとうございます。うん。面白おかしく人を利用して稼ごうとするので、いや、ほんとそうですよね。しかも、動画上げてるやつの中にはさ、悪意があるやつもいるからさ。あ、ミーターさん、ありがとうございます、ハート。こももさん、風船ありがとうございます。あ、ミーターさん、ハートだ、ハートありがとうございます。そう。そうなんですよ、マジで。うん。